やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナフレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。今あれでしたね、レイブスっていう名前の城、ノックスフルーレでしたね。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広い。ルナフレーナ様のお兄さんか有名なとこある。この先はダスカ地方かな。湿地帯が有名だな。湿地帯、チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって街だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。マニュアルドライブだってはい、新しいとこですかね。ちょっとハンマージ君似てるけど、はい、イギリス。ノクト、無事だったんだね。こっちはイギリスちゃんですね。グラディオラスの妹さんみたいですね。一度合流できるといいな。あ、レスタルムな。待ってるね。イリスか。こう若そうな感じですね。まあ、そうですよね。グラディオラスもそんなにおじさんおじさんしてないですもんね。合流するの。イベントかな。そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか。まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。じゃあちょっと見てきますか。よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。チョコボポストウィズに向かうですね。ん？これは？あ、もうセットしてあるのか。ね、どっちかというとサブクエストをやりたい。あ、ハテナもなんかいくつかついてますね。とりあえずダイナーで情報収集しましょうかね。新しい街に来たら、ね、あ、ラジオちょっと聞いて。そんなにあれかな。ローズレストにようこそ。調子はどうだい？全体で言うとどの辺に移動してきたんだろう。3箇所ぐらいあるっぽいですね。休憩所ね。あ、魚釣れるとこもありますね。食事の内容そんなにない。奴らを片付けてくれるのか？で、この辺はモンハンですね。とりあえず受けとくだけ受けときましょう。よろしくな。任せたぞ。はい、そしたらお茶はしないようにな。もともと受けてたやつはいけそうかな。
あ、一応と、この黒いところはどうなのかな。行けば地図が明るくなるのかな。とりあえずですね、最初に受けてるこのディーノの石のミッションと、ナッカーの食材ミッションですね。こちらをちょっとやってお届けしましょうかね。行ってみたいと思います。ここ車用品が多くて好きなんだ。あ、お前機械に強いもんな。はい、それではですね、ハンマーヘッドに戻ってまいりまして、タッカーにですね、ガルラの肉を渡しに行きたいと思います。はい。また喜んでくれるかな。助かった。これで品切れせずに済む。あんたなら自分で借りに行けそうじゃん。これね、見返りがすごいね。食い物を残せと包丁を振り回したことはあるが、俺は臆病でな。シドさんに拾われてからは刃物は料理にしか使ってない。さあこいつをやる。仕入れたばっかりだ。料理して食え。めちゃくちゃ納品したものより4倍5倍になって帰ってきますもんね。あ、でも今回は3つか。今日はどうするんだ。お、なんだろう、なんか増えてるな。あれかな、持ってきてあげたからちょっと増えてるんかな。この食材を使って作る的なね。もう半分は特に増えてないですね。あ、そしたらですね、あ、ちょっと待った、またアテナがある。これなんかあれですね、依頼してもいい。本当にモンハンですね。モンハンだと思ってやるといいです。豆が入ってこねえんだ。あ、豆か。クエストが本当に至るところにめちゃくちゃ豊富に味付け次第だ。備え付けてある。とりあえず在庫がなくて困ってる。なんとかしてくれれば嬉しい。肉の、ん？畑の肉か。はい。じゃあこれもね、またやっておきます。で、その前に、リーノに、宝石ですね、好き嫌いは良くないな。言いたいこと言いやがって。ああ、今普通に、はい、それではですね、ヘリオドールの原石ですね、3つ集めてまいりましたので、お届けに上がりたいと思います。早いな。王子くらいだと死骸相手でも楽勝。いや、苦労してるわ。ああ、そうなんだ。じゃあこれ、俺、それ、これまでのと違うんで、今度感想聞かせてよ。本当にあれなんですね。才能があるんですね、この人ね。ヘリオドールの腕輪ですね。またあるね、クエストね。あれ、今度は？いいところに来すぎ。嫌な予感だわ。じゃあ次に俺が何言うか分かっちゃってる感じ。また原石か。俺たち仲良くなれそうじゃん。原石イベント、こっちもたくさん結構あるんですね。これは今いける。あ、漢字は漢字なのか。違うか。あ、いけるところにあるけど、ちょっと奥まってますね。こっちはちょっと微妙に、もうちょっと奥まってますね。じゃあ一旦この二つは止めちゃって大丈夫かな。あとはまあ、モンハンの部分ですね。こちらをちょっと進めていく感じになりますかね。了解です。はい、ですね、北ラスカ、封鎖網だったっけ、包囲網だっけ、まあ、イベントをクリアいたしまして、サブクエストですね。現状できるサブクエスト全部やっつけておきました。で、地図上のハテナもですね、まあ、この辺りにあるんですけれども、
まあ、とりあえず、身近に行ける範囲ですね。はやっつけておいたので、チョコボのことをですね、あ、これか。チョコボに会いたいですね。これを、プロンプトが言ってたので、まずこちらに行ってみたいと思います。はい、それでは、レッツゴーイング、チョコボポストですね。はい、そろそろ到着しそうですね。あ、でもなんか、あれですね、チョコボ色の可愛い感じの街ですね。街というか、村というかね。ちょっとチョコボポストウィズ探索してみようかと思います。おー、来た来たー。もうプロンプトのテンションが上がって。ちょっとね、武器防具も新しいのがそろそろ欲しいんですよね。あ、売っておる。じゃあちょっとね、武器と防具整えていきたいと思います。はい、それでは参りましょう。結構いい買い物できた。なんか武器がめちゃくちゃ安いですね。300ギルとかそんなもんでしたね。レイブスノックス・フルーレ氏が将軍に就任しました。将軍は襲撃事件で負った怪我の治療のため一時帝国へ帰国し、治療が終わり次第ルシスに戻り国内の混乱の回復に努めるとしています。ふんふんふん。すみません、あ、イベントですね。チョコボに？すまんが、今は出せなくてな。あ、そうなんだ。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちもうベヒーモス出てくるんだね。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾む。スモークアイ討伐以来無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。ふむふむ。サイドストーリーはですね、基本的に放送外で進めたいとは思ってるんですけど、ちょっとこれはあれですね、ストーリーに関係ありそうな変わりないかい部分なので、放送内でね、やっていこうかな。リサールチップスでもつまんでいくかい？わあ、とりあえずオリジナルメニューですね。他の店にはあんまりないようなやつですね。怖がっとるんだ。とりあえずこれ全部ですね、やっつけてこようと思います。よろしくお願いします。そいつか。なんだ、様子がおかしい。行くぞ。おー、木がベヒーモスっていうとかなりでかいですよね。あ、これか、今折れたの。おお、大丈夫か。倒せんのじゃないかな、今は。なんか前ありましたよね。めちゃくちゃでかい鳥がいて、で、近づいたら逃げてったのありましたよね。めちゃくちゃかも、今。ちょっと待った。めちゃくちゃいるぞ、キューティが。もうそんなにね、めちゃくちゃ強くはない。めちゃくちゃ強くないのか、物が強くなりすぎてしまったのか、わからないです。今ね、ちなみにレベルは26ですね。また、レベル高いって言われちゃいそうだけど。とりあえずね、なんていうのかな、進まないかん、イベントは、
は放送でちょっとやろうと思ってたので、サブクエストですね。サブクエストをとりあえずもろもろやってたんですよね。そしたらね、もうレベルがぐいぐい上がっちゃって、結局なんか戦闘とかだけじゃないですよね。あの釣りやったり、お料理、あ、お料理は上がらなかったかな、なんかそういうやつ、イベントやってるだけで、経験値がいただけたので、あっという間にね、レベルが26になっちゃいましたね。で、なんかメインのクエストはまだレベル、次のどこだっけな、レスタルムだっけ、はレベル10ですね。推奨レベルね。だいぶマウント取れそうだわ。お、イベントかな。26でも倒せなそうですよね、ベヒーモスっていうと。多分これもあれですよね、戦わずに済むやつですよね、きっとね。うわー、でかいぞ、やっぱりでかい、大迫力だ。戦わんでしょ。本当だってレベル15とかのイベントなんですよね。あ、ベヒーモスの中でもちょっと特殊なベヒーモスってことか、スモークアイっていう相性がついてるってことですね。でかいな、これは無理でしょう。とかでバレそうだけどね。うわぁ、すごい迫力だ。バレてんじゃない。大迫力だ。片方の目しか見えんってことか。なんか白内障みたいになってましたよね、右目がね。やるんかなぁ。いくぞ。そもそもレベル15のイベントだから、多分逃げ回ることはあっても、戦いはしなそうですけどね。宝物ありそうだなぁ。あ、あった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 。よっ。すごいですね、幻想的ですね、この霧の感じがね。角と一緒に右目もやられてる。あそこにもあるぞ。視覚をつければ勝機はある。追いかけよう。え、勝機はある。戦いますの。倒す感じですの。ちょっと厳しいんじゃないかな。あ、でもベヒーモスだから筋骨隆々でしたね。バッキバキに鍛えてありましたね。霧がいい感じだな。気をつけた。そうか。え、リトライポイントって書いてあるけど戦う感じっぽいですね。やだなぁ。あれ？いや、あ、いけるのか。これ戦うなぁ。いたぞ。リトライポイントって書いてあった。やつは隅から向かっているはずだ。そっと後をつけて、場所を特定しよう。了解。あ、そういう意味か。そっとね。そ
その回を尾行して、住みかを特定しましょう。突然気づかれるか見失ってしまうと尾行失敗。了解。うわぁ。感覚力や。でも、しゃがんでれば。こういうことか。じゃあ、ちょっとね。尾行が長くなるかもしれないのでカットしていきたいと思います。お、ついたかな。お、スモーカイの住みかを特定しました。一発でできた。岩の隙間を進み、その先の廃屋へ向かいましょう。 OK。 いや、あのね、尾行系ね、めちゃくちゃ苦手なんですよ。でも一発でいけた、珍しく。これでも、住みか特定して、何するんだろう。住みか特定するだけじゃさ、お疲れさん。ああ、仲間か。先回りしてた。え、特定してさ、チョコボが安心に乗れるようになることに繋がらんくない？よくわからんな。スモークアイを倒す気だ。倒すんか、やっぱな。せやな。安心して乗り回せれんもんな。いやー、倒すのか。まあ、望むところですよ。こっちもね。レベル26ですから。所詮ね、15でトライするイベントですからね。うん。やったりましょう。ドラム缶をファイヤーで爆発するスモークアイを、ほい。いや、でも普通にガチンコでいけるんじゃないのかな。魔法ないんですよね。魔法あんまりね、使わないからね、俺の質問ね。ちょっと普通にやっつけてみましょうか。いけるかな。お、ミスがすごい。グラディオラスすごいね。ちょっと普通にノーマル解決でいってみましょうか。いけそうだけどな、減り具合見てて。魔法はね、基本持ってないんですよ。そうそうか、ドラム缶のあたりにいてくれてるんだね。いや、でも HP 半分ですもんね。いや、案外弱いぞ。ラディオの必殺技ばっかり使っていこうかな。倒すな、普通にな。グラディオばっか見て。うぅ、ここ取ります。めちゃくちゃ弱いな。いや、今が強すぎるのか、これは。ちょっと待って、プロンプト死にそう。はい、バイバイ。あ、死んだ。早かった。全然楽勝でしたね。じゃあ、チョコボポストウィーズに、報告しに行きたいと思います。厳しかった。はい、とりあえず、討伐ですね。あらかた終わらせて戻ってまいりましたです。とりあえずね、無事に着いたな。受けたすべての依頼ですね、討伐してきましたです。君たちが退治してくれたんだろう。わかるよ。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん、君たちにならいつでも貸し出すよ。モブハントコンプリートですね。
全部倒してきたわ。4個かな。心配してたとこだ。無事でよかった。いやチョコボ可愛いですね。やっぱりグラフィックが綺麗だから。強いな。チョコボもすごいリアルですね。でもね、なんか疑問なんですけど、このゲーム車がね結構充実してるから、あんまりチョコボ必要ないような気がしますけどね。やったー！早速乗ってみようよノクト。あえて乗らない。っていう技に出てみようかな。チョコボのレンタルが、開始になったとのことみたいですね。はい、じゃああえて乗らずにアイテムだけ買っていこうかな。いらっしゃい。ありがとうございました。はい。結構ね、でも新しいレシピを思いついたぞ。これは楽しみだな。すごいいっぱいあるな。あ、なんかちっちゃいチョコボがいる。かわいいな。かわいい。とりあえずね。レスタルムの方ですね。行ってみたいと思います。これもね、タイタン召喚獣ですよね。まあ、とりあえず、一応サイドストーリーっちゃサイドストーリーなので、レスタルムね、行ってみたいと思います。